コミノ原生林は、ロシア連邦コミ共和国内のウラル山が脈北部に存在する世界遺産登録物件。その面積32,800平方キロメートルは、ヨーロッパの原生林としては、最大級である。コミノ原生林は、ウラル山脈の大河のエコリージョンに属する。多く見られる植物は、シベリア種の頭皮、モミ、カラマツなどで、最も目立つ部類の哺乳類は、 トナカイ、クロテン、ミンク、ユキウサギなどである。この一帯は、ロシアのペコライリチ自然保護区と、ユグドイコールバ国立公園にあたっている。登録は1995年のことで、ロシアでは、初の自然遺産だった。この登録は、国外からの追加融資を呼び込み、当時差し迫っていたフランス企業による、抜木搬出の計画からこの地の自然を守ることに、つながった。 しかし、自然への脅威は去ったわけではなく、とりわけ違法な伐採や金の採行などが問題となる。ユグドイコールバ国立公園北部に眠る金庫は、1995年以前から採掘されていた。世界遺産に登録されているにもかかわらず、コミ共和国の元首や自然省の大臣によって、金の採掘は盛んに、ロビー活動の対象になっている。 しかし、世界遺産登録地の境界線を動かし、金の豊富な埋蔵地を登録対象外にすることで、保護対象からも外そうとする、コミ政府の試みは、コミの最高裁判所によって知りけられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。